タクでしょ。ね、ね、お前だよ間違いなく。まあお互い様ね。まあ言わなくていいから。お互い様なんだよ。はい。いやあのね、嫁あり。嫁ありですね。やましいんですよね。はい。僕二次元嫁ならいっぱいいるんですけどね。わなっちゃうから気持ち悪いから。いやー羨ましいんだよねやっぱ二次元嫁ってさ。はい。でさ結婚したのさプロラビアったどっち。ドラクエじゃねえよ。ドラクエじゃねえよ。え、だってその結婚式ってのあの教会に行く。もう行きますね。教会行って。で新婦が行く。もう行くねそのね。冒険の書？冒険の書。冒険の書じゃねえよ。違う。ちげえよ。違うの。違うよ。何すんの結婚式って。そりゃ決まってるでしょ。指輪交換に決まってますからね。これね。斉藤は呪いの指輪を装備してしまった。ダン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 。呪いじゃねえよ。だってこれ呪いみたいなもんでしょ。呪いじゃねえから外せないしさ。外せない。名前だけでも載せようしさ。そういうこと言わなくていいんだよ。あの後なんか神父がさ、神に祈りにお支えます、捧げます。シャラッ。呪いとく呪文これで離婚できるよみたいなやつじゃない。キッズだよお前。俺新婚だからね俺。あ、おお、そっかそっか。そうだよ。もう謝らなくていいからさ別に。でもさ、子供が作るじゃん。まあ子供も作りますけどね。子供も作るじゃん。なんだよね、やっぱね。やっぱね、子供がいてね、もうええなんてね。気持ち悪い。ベタな話じゃないけどさ、やだ、立派な勇者に育てないとな。勇者じゃねえよ。勇者だな。勇者じゃない。勇者に育てない男はさ、なんでだよ。勇者に育てないってことはさ、モンスターペアレントだ。うまくねえ